ございます。今日は12月2日水曜日、今日はブレッケンリッチスキー場に来てます。ブレッケンリッチのスキー場、ここアメリカで一番お客さんが多く入るスキー場なんです。去年で何人ぐらい入ったっけ、ジミーさん、1年間で。去年でね、ここね17万人ぐらいかな。だから170万人、そう、一桁違う、間違ってゲールで160万人超えたから、これ170か、あるレポート見ると180とか言ってるんだけどね。ベールよりもお客さんが多く入るスキー場なんですね。でね、ここのスキー場の売りはこの緩斜面、中級者初級者が気持ちよく滑れるね、コースが長く続いてるんですよ。 だからファミリーの人が来ても、家族連れでも小さい子がいても安心して滑れるスキー場です。あとね、ここの初心者用中級者用のコース、コースは分かんないんだけども、全てに毎日グルーミングがかけられてる。じゃあどっかのびっくりしたコースに入って雪もごぼごで困るってことはないのね、きっとね。皆無です。じゃあこれから滑りに行きたいと思います。あ、ほら子供スキースクールやってますね、ここで先生が教えてる。寒い、今日寒い、マイナス15度冷えてます。